ひらめきラボ。はい、どうも、ひらめきラボ松丸亮吾です。ということで、今日の企画は今年最後の謎1グランプリ第9回です。やったね、やったね。4ヶ月間連続よ。最初は投稿が全然来ないんじゃないかとね、そう、3回ぐらいで終わるんじゃねって言ったら9回ですよ。それでもまだ耐えないわけでしょ。いや、ほんと面白い、みんなの謎解き。答えはちゃんと書いてありました。書いてないものもありました。未解決問題を増やすな。ヒントとね、答えをね、書いてくれる人もたくさんいました。解けない人もいるかもしれないので、一応ヒントつけておきますっていう文章に何度救われたか。どうだった今回は。今回は、よく見つけてくれたっていうのが多かったですね。ほなんか今まで多分誰も見つけてないんだけど、そんな法則あるんだとか、そんな問題の作り方ってまだあったんだみたいな。楽しみだね、そうしたら。そう、でもね、結構難しかった問題もあるんだけど、1位は結構簡単なんですよ。なんだけど、もうよくぞ見つけてくれた。ノーベル謎解き学賞をあげたい。それでは、2020年12月第9回謎1グランプリ第3位受賞作品はカントリーさんからいただいたこちらの作品です。ハテナに入る言葉は何でしょう。それではひらめき研究スタート。はい、実はこの問題が今回の謎1で一番難しい問題なので、ヒントを一つ差し上げます。この左側に並んでいる緑と水色と青、それぞれには数字をひらがなにした時の呼び方が入ります。右上に3つの数の和と書いてあるので、ここには数を表す言葉が入るんじゃないかっていう推測ができると思います。それを踏まえて水色と青色続けて読むと誤りに似たような言葉が出来上がる。一体どんな言葉になるか考えてみてください。はい、皆さんこの問題解けたでしょうか。これめちゃくちゃ難しい問題です。まず真ん中が分かりやすくて、誤りの類語で、数字2つの呼び方を続けてできる言葉は、5と3を続けて読んで5、3ってすると、自分の判断や、予想の誤りということなので、一応、成立するようになります。なので真ん中には5、3というふうに入れるとうまくいくんですけど、問題は右上、この3つの数の和って書いてあって、緑にまた何か数字が入るんだろうなってことが分かります。で、足した結果がおそらく赤に入るので、赤にも数字が入るんだろうなってことが分かります。では何か数字を並べていくような言葉で、小学2年生で習うこんな長さのもの、何かっていうと、これ掛け算九九なんですよね。小学2年生で掛け算九九をちょうど習うので、ほにゃ五三ほにゃほにゃってなる、掛け算九九があるかって探してみると、七五三十五がこの条件に当てはまります。つまり7、5、3、15とそれぞれ区切りができます。で、実際足し算してみると、7と5と3を足すと計算結果は15になるので、これで赤もちゃんと満たすことになります。ということで、あとはこのハテナのところ、この緑と水色と青色を続けて読むと753となるので、正解は753でした。いや、すごい。これは本当にどっから作ったか全く分かんない。まず7535っていう多分九九を思い浮かべて、その中に753が入ってるから、ここを答えにしようって思って、で、残った部分見てみると15、あ、これも数字になってるのは面白いってとこまでは理解できるんだけど、じゃあそこから、あ、7と5と3足したら全部で15になるっていうところも気づき、5と3に手がかりをつけたいから、この上に誤りって言葉をつけて、で、この3つの数の和っていうのを色でこう表現するっていう、なんかね、解き筋をめちゃくちゃ綺麗に設計してるのが素晴らしい問題。誘導されてるんですよ、めちゃくちゃ。真ん中の誤りから誤算だろうな、
3つの数足して右にも数字が入るから全部数字だろうな、でなんかいいやつあるかなって探していくと小学校2年生あくくだろうなっていう、なんかね証拠がたくさん揃ってるみたいな。これが3位これで3位なの。謎ワングランプリ本当に毎回難しくて、コメント欄でいや僕は2位が1位だと思いますみたいないっぱいいるんですよもう許して項目めちゃくちゃ付け方いいんですよ、うん、そうだけどその時その時で、やっぱり評価ポイントがあって、まあ、今回の場合は楽しげな部分はそんなになかったのかな、この問題には。そこがちょっと減点ポイントとしてはあります、まあ、問題のモチーフとして数字でこんな奇跡があるっていうのは面白いので3位かなっていう感じです。いや素晴らしい。12月がねちょっとねみんな謎の納め時なのかな大量発生してるんです、いい問題が2020年12月第9回謎ワングランプリ第2位の作品はオーシャンさんからいただいたこちらの作品です。1、2は1、2んが表す言葉は一体何でしょうか。それではひらめき研究スタート。はい、この問題は先ほどは難しくないんだけど、でも難しい部類の問題なのでヒント1つ出そうと思います。この問題では赤と青にそれぞれ注目することがポイントです。まず、キャラクターのところに赤い丸がついていて、テロップのところに青い丸がついています。これがそれぞれ何という言葉になるかを左側に当てはめる必要があるんですけど、これ紫色っていうのは赤と青を組み合わせてできる色、つまりここには赤のものもあるし青のものもあって重なってこういう状態になってるってことが推測できます。ではそれぞれを何というのか2通りの言い方で考えてみてください。ということでこの問題どうだったでしょうか。解説していきます。まずこの問題は赤丸で囲われているのがキャラクター、これをまあ言い換えると一文字で言えば絵ですよね。このキャラの絵が描かれているし、で4文字で言うとイラストが描かれています。なので赤い方は絵とイラスト、つまり赤い1は絵で赤い2はイだと分かります。で今度はこれ青い方でもやってみると、今度はテロップのこの文字のところに青い丸がついています。でこれを1文字で言うともちろん字ですよね、文字の字で、4文字のカタカナで言うとテキストということができます。つまり青の1は字で青の2は手、これを下に当てはめて読んでみると英和辞典となるので正解は英和辞典でした。この英和辞典っていう答えがめちゃくちゃよくできてて、これ上が日本語なんですよね、で下がこの英単語なんですよ。だから日本語と英語を両方使った問題で英和辞典っていう英語から日本語に直す辞書の名前が出てきてるっていうのがすごく綺麗だなと思いました。素晴らしい、めちゃくちゃいい問題、これは素晴らしい。オーシャンさんは豊富だね、豊富、引き出しが豊富まずこの画面を使ってるのがいいよね。そのひらめきラボの動画の中からこれ謎解きに使えるじゃんっていうところを引っ張り出してるのがすごい。あとね、絵とイラストっていうのと字とテキストっていうのがこの2文字も共通してて、でこの出し方めちゃくちゃうまいですよね。紫で赤と青っていうのはよくあるんだけど、その共通点をうまく使ってるなっていうふうに感じました。はい、では続いて2020年12月第9回謎ワングランプリ第1位の作品はノレートさんからいただいたこちらの作品です。この赤マス青マスを続けて読んでできる言葉は一体何でしょう。それではひらめき研究スタート。
はい、ということでこの問題解説していきたいんですけど、難易度としては高くないんですよ、この問題。あの、あから始まって県で終わる文字の言葉で、県ってついてるから、まあ、おそらく都道府県の中のどれかだろうなっていうのは早めに推測がつくと思うんですけど、実はこれあから始まって県で終わる場所って2つあるんですよ。1つが愛知県で、もう1つが秋田県なので、これ確定しないんですよね、赤と青どっちにどっちが入るのか。じゃあそれを踏まえて下の一文が重要で、これを、上に秋田、下に愛知を入れて読んでみると、赤い方の県は青い方の県よりも下に位置するっていう文章ができるんです。で、実際入れたものを見てみると、上に秋田県入れて下に愛知県入れてるんで、この文章も成立するんですよね。つまり上だけだと確定しないんだけど、下のしかも同じ文字使ってるのに、この一文でどっちにどっちが入るかが確定する。で、赤と青に入れたものを続けて読んだら北一、つまり北一なので、これもちゃんと言葉として成立する。で、正解は北一という問題でした。いや、これよく見つけた、本当に奇跡が三重に発生してるんですよ。このアーホニア県が秋田と愛知でしょ、で両方入れてる言葉が北と一なんですよね。で、両方言葉になってるんですよ、まあ、この時点ですごいし、で下の、赤は青より北に位置するっていう文章も成立しちゃうし、で北と一続けて読んだら北一っていう別の言葉も出てきちゃうし、どうなっとんだこれは本当にこういうのどうやって見つかるの。いや、これは本当に偶然じゃないかな。どっから作るのかわかんないんだよな、これ。この上の秋田県と愛知県やって続けたら北一だ、できたって思った時に、わあこれどっちもいけるってなったんですよ。多分愛知県秋田県って入れた場合一北になっちゃうから、言葉にならないと困ったなと。どうしたらこれ確定させられるかなって時に、じゃあどっちがどっちにあるか、どっちの方が上かっていうのを多分確定させる必要があって、一番つまらない方法だと、この赤枠の方が青枠よりも、上の方にある県ですとか、多分そこで北にある県ですとか言おうとした時に、あ、北って、あれ秋田県の北じゃんってなって、で、あ、上、北の方にあるって、北に位置するって言えるじゃんってなって、多分この上のやつを全部バーって当てはめられたみたいな感じだから、別解を消そうとした結果、より綺麗なものが見つかっちゃったっていう。問題としては全然簡単なんですよ、うん、この文章になるところまで含めてすごく綺麗、これより綺麗な問題はなかなか作れないんじゃないかっていう、傑作ですね、これは。今回の謎ワングランプリにふさわしい。謎ワングランプリって別に凝った謎解きというか、その難しい謎解き選手権ではない、だから一番ベストなのは初心者も経験者もハッとできて面白い謎解きっていう意味では、もうこれ100点満点ですね、うん、簡単、そんなに難しくないから初心者も解けるけど、文章になった時の感動はちゃんとあるし、それはみんなで分かっちゃえるから、だから子供から大人まで年齢関係なく楽しめるっていう意味ではベストな謎解き。これを今すぐ全国の新聞に載っけた方がいいすごいのがあるぞって、すごいのがあるぞって言って今すぐ解いてほしい。今年で最後の謎ワングランプリでしたけど、はい、振り返ってみて、まあ、4月から始まったじゃない、どう、あと4回で年間チャンピオン決まるわけでしょ。いやー、ちょっと1週間ください、選考時間ということで、2020年12月第9回謎ワングランプリ第1位のノレートさんにはこちらのね、トロフィー、松丸くんトロフィー差し上げますので、ぜひ届くのを楽しみにしていてください。ぜひね、届いたら、ツイッターでハッシュタグ松丸亮吾のひらめきラボをつけてね、つぶやいてくれたら、あ、届いたんだなってスタッフ一度安心しますね。よかったよかったってなるんで、ぜひぜひつぶやいてあげてください。ということでね、今日も謎ワングランプリやってきましたが、あと残すところ3回、2021年の1月、2月、3月で今年度は終わりということで、いや、来年もどんな謎が来るか楽しみですね来年はなんか新年にちなんだ問題とかいっぱいあるんじゃないですか。あー、ね、年明けて、うん、うん、それも楽しみですね。はい、ということで皆さん投稿ぜひお待ちしております。松丸亮吾のひらめきラボでは、ハッシュタグ松丸亮吾のひらめきラボをつけてつぶやいてくださった人の、謎解きすべて見ております。ぜひね、この今回の謎解き見てインスピレーションを受けた方も、挑戦してほしいですし、今まで謎解き作ったことないよっていう方もね、これを機会に作ってもらえたら嬉しいです。やっぱツイッターに上げると他の人から感想とかもらえて、どんどんいい問題にブラッシュアップできるので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、皆さん今日も見てくれてありがとうございました。面白いと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんのこれが面白かった、これ難しかったなっていう感想もコメント欄でお待ちしています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんからの問題もツイッターなのでお待ちしております。じゃんじゃんつぶやいてください。